今日はたこ焼きです。たこ焼きの材料。まあ、本来はこのたこを中に入れるのがたこ焼きです。が、キムチとか、今回はキムチ入れませんけど、ハンバーグとか、ウインナー、あとチーズとか、人によっていろんなものを入れて食べます。で、上に振りかける鰹節、それから青のり、これは絶対。で、マヨネーズとソースです。あと、お好みでキャベツとを入れます。で、生地はこのたこ焼き粉と卵と、まあ、水を使ってやります。たこ焼き粉がなければ、普通の白い小麦粉でも問題ないです。じゃあ生地作りから始めます。ちなみにこれは 250g でだいたい40個から50個分のたこ焼きの分量ですが、卵を2つ割ります。そして粉 250g と、なんとなく 200cc 分ぐらいの、トータル 800cc だけど、まず 200cc 分ぐらいの水を入れて、これをかき混ぜます。で、大体白い部分がなくなってきたら、また水を少し入れます。こういうふうに少しずつ溶かすとダマができにくいという話です。溶けたら続けて少しずつ水を足して、だんだんと緩い生地を作っていきます。一気に水を足すと途端にダマがいっぱい増えるので、少しずつ足していくのがコツです。そして生地にはこのみじん切りにしたキャベツを入れますが、キャベツは入れても入れなくてもいいし、分量も決まってません。適当に。すっかり忘れていました。この紅生姜が重要です。紅生姜は作る段階で入れる人と生地に混ぜ込んじゃう人といますが、僕は混ぜ込むタイプです。たこ焼き器が温まってきたら油を敷きます。ちなみに油はこれ、なんか便利なものを100均で買ってきてしまいましたが、ティッシュペーパーで伸ばしていってももちろん OK。 次は生地の番。生地を豪快に。ただ、満杯にしちゃうと具が入らなくなるので、半分以下ぐらいでばらまきます。そして具を投入。そして油かすを投入。チーズはやっぱウインナーとかハンバーグにはチーズが合うと思います。また生地をかけます。さて、ちょっと焦げてきちゃうので回します。こうやって脇をひっくり返すようにして、こう沿うように回すとひっくり返ります。ちょっと失敗しちゃったけど、こいつもこの脇を舐めるように回せば、コロッとひっくり返っていく。一気にひっくり返すよりも、一回軽く斜めにしてから回すのがコツです。では盛り付けましょう。ソースをかけます。
次にマヨネーズ。そしてまあ順番は人それですが、青のりをかけて、で、鰹節を垂らします。完成。